を歩いてきたね。泥だらけの道、転んで膝をついて胸がきしんでも立ち上がってきたね。世界は広すぎて、これ中の桶の音ちょっと下げてもらっていいですか。大丈夫です。大丈夫だと思います。皆さんの、この夜の時間がにひとにゃんが桜になれるように精一杯歌わせていただきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。
チポンド、下町さくらフェスタ、バンド公演のおつまみの皆様、こんばんはんこー、はい、ありがとうございます。はい、改めまして、今日はですね、ここ、このステージでもですね、9時まで、いろんなアーティストさんが、ライブを、させていただきます。今日はトップバッターさんを出していただきます。シンガーソングライターアイドルとして自分で作詞、作曲、編曲、振り付けなど全部セルフプロデュースで現在活動しております。スズネヒトミと言います。じゃあ心の中でヒットなーで一緒にお願いします。いくよ、せーの、ありがとうございます。はい、今日はですね、お仕事終わりの人いますか？あ、今日休みだったって人いますか？これ意外と休みの人多いですね。はい、ね、せっかくね、雨が続いてやっと晴れたので、今日は一人もね、みんなとこの時間を一緒に楽しんでいきたいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ここで早速、じゃあね、スズネヒトミも、桜をモチーフに作った曲が何曲かあるんですけども、今日はそのうちの1曲を持ってきました。ぜひね、桜吹雪の風景を思い浮かべながら聴いてください。お願いします。桜揚げが注文甘いの日はきらめいて富士空の下で希望なち未来見つめてる。窓の外小さなつぼみを見つけたよ、大好きな雨が過ぎる太陽を君の笑顔みたいね、この手が破裂してしまいそう。生まれ語り合った声、なんでか見るか影に血の愛桜色染めてく。桜あげた消えないであの日君と死について今でも鮮やかに遥かかなた飛んでゆくキラキラ、その華やかに茶目とすげる君に笑いでとただ言えなくて、カラフルな君は高速で駆け抜けて、泣いて笑って全てが高い駆け抜けた国道、新しい世界に踏み込んだ、ただいないと選んだ。夜も桜あげた十丸僕の心、夏すよりついた君との思い出、鮮やかに見にしめた手のひらに立てる一つ、僕からも続いている君に、ありがとうとただ言いたくて。
気持ちは置いてけぼり、胸の突き
君でいい、誰かになんてならなくていい、僕が信じてる描いた道の先に必ず何か掴んでみせる、共に行く
時まで、浦の、ね、アーティストさんが、ライブをお届けします。ぜひぜひみんなでね、この春の、特別な季節を一緒に楽しんでいきましょう。数の人もそちらに、テーブルを出してですね、 CD の販売などやっていただくのでよかったらお話しに来てください。